もう一度ご覧いただきましょう。谷繁のこのホームラン、山本昌も思わず万歳。藤島さん、はい、気持ちはよくわかりますね。わかりますね。やっぱり粘って粘って投げてきた分ね、はい、やっぱり嬉しいですよね。9回を抑えれば今シーズンの初完投。前回の完投が昨年の9月21日名古屋ドームでの横浜25回戦でした。それ以来の完投ということになります。清原が準備をしています。できれば接戦で出てきてほしかった清原。5対1、その差4点。名古屋ドーム場内はあんばかりの拍手で清原が登場いたしました。8月の5日、右太ももを痛めまして途中交代いたしました。6試合欠場、7試合ぶりの登場ということになります。バッターの清原、マッチアップです。山本昌と清原、これまで通算はご覧のように3割6分1厘、ホームランも4本打っています。一時期は本当に山本昌この清原を苦手にしていました。清原、5対2です。7月の22日以来のホームランということになります。清原、いやもうこれもまた完璧ですね。完璧です。スライダーだと思うんですけどね、うまくこう変化を浸しながら運んだようなね、まあ、清原の本当に得意な打ち方といいますかね、本当素晴らしいホームランですね。そしてここで山本昌降板ということになりました。ピッチャー交代、岩瀬です。